古代ギリシアのボクシング。古代ギリシアのボクシングは少なくとも、紀元前8世紀、ホメーロスのイーリアスの時代まで遡り、ギリシアの都市国家の様々な社会状況の下でやれた。この競技に関する現存する資料の大半は、断片的もしくは伝説に留まるものであるため、ルールや慣習、歴史など、今日その詳細を知ることは難しい。とはいえ、 拳に王位をつけて行われたボクシングの試合が古典時代初期を通じ古代ギリシアのスポーツ文化において重要な位置を占めていたことは明らかである。古典ギリシア語でピクスナイシ、ピクメと呼ばれた古代ギリシアのボクシングに関する考古学上及び美術史上の初期の証拠はミノア及びミケーネの両文明の時代の遺物から見つかってり、例えばサントリーニ島、 アクロティビー遺跡では、ミノアの少年たちのボクシングの様子を描いたフレスコ画が出土している。ギリシアにはボクシングの起源について数多くの伝説がある。アポローンはボクシングの創始者であり、被護者とされた。この神はデルポイへ向かう旅人たちにボクシングの試合を挑んではその命奪っていたポーキスのホルバスという人物に制細を加えたり、 パウサニアスがその著書、キリシア案内キ』で触れているように、軍神アレースとボクシングの対戦をしたりしている。ボクシングを始めた人物として、ヘイラクレースの名を挙げる説や、テイセウスが向かい合って座った二人の男が一方が、死ぬまで拳で殴り合う形式のボクシングを発明したとする伝説もある。次第に、ボクサーは、全裸の体に手袋をつけたり、肘まで腕に、 布状のものを巻いたりした上で、立って、競技を行うようになった。ギリシア神話には、ゼウスの子であるゴーブネーの冒険に加わったポリデウケースが、ベブリュケスの王アミューコスの挑戦を受けて、ボクシングで勝利するエピソードも伝わっている。ジョジシの記述自体が、後世のギリシア文化の影響を受けている。可能性はあるものの、イーリアスによれば、ミケーネの戦士たちは死者を弔う。 総裁競技においてボクシングを行っていた。トロイア戦争で命を落としたともパトロクロスを追悼するためにアキレウスが催した競技会の下りにはボクシングに出場したエウリアロスが激しく打たれ流血する場面がある。このような総裁競技を起源に誕生したとされる古代オリンピックにボクシングが競技として加わったのは起源前688年。 少年ボクシングは紀元前616年のことである。逸話史上初のボクシングの優勝者は小アジア出身のスミルナのオノマストスであり、この人物がオリンピックにおけるボクシングのルールを定めたとされる。大会の出場者はコリコスと呼ばれるサンドバッグを打って練習をし、怪我から身を守るためにヒマンティスと呼ばれる革紐で自らの手を巻き、手首や 時には胸にも同様の保護を行った。他方、古代ローマの歴史家で体育論を表したフィロストラトスは、ボクシングはスパルタでそもそも発展したという説を唱えている。かつて、スパルタ人は兵士には、カブトは不要であると考え、戦闘において受ける頭部への攻撃に備えて、顔面を鍛えることを目的にボクシングをしていたという。しかしながら、いかなる形であっても敗北は、 不明ようなことと考えていたスパルタ人がボクシングの競技会に参加することはなかった。古代ギリシアにおけるボクシンググローブにあたるヒマンテスは紀元前500年頃まで手を呼び関節の保護のために使われていた。これはお牛の皮から作った皮紐でおよそ3から3.7メートルの長さがあった。この皮紐にオリーブオイルや重視ーーをすり込み、 両手や拳を握った指の関節部分に巻いて、使われた。柔らかなものを意味するメイリ理会の名でも知られた。紀元前400年頃になると、スファイライ、旧の意が登場した。スファイライには内側に手をくるむ当て布があり、外側はそれまでのものよりも、ずっと堅固な革紐となっていた。スファイライが導入されて間もなく、今度は、オクシスヒマンテス。 鋭い革紐の胃が出現した。これは分厚い革紐を手や手首に何重にも巻くもので、指は動かせるようになっていたが、革紐で覆われる範囲は前腕部にまで伸びていた。羊毛でできたリストバンドのようなベルトが前腕部に取り付けられ、汗を拭うのに使われた。前腕部まで覆う革製の補強は、パンチの際のよりしっかりした支えとなり、関節部分をさらに強化することにもなった。 ヒマンテスの変遷は古代ニリシアのボクシングの競技スタイルに変化をもたらした。初期の頃はスピードや敏捷性、器用な技を持つことが勝利につながったが、オクシスヒマンテスの導入後は強烈なパンチの応酬が見られるようになり、持久力があるより体格の大きな選手が有利となった。後にヒマンテスは古代ローマにおいて、 鉄や鉛のような金属を仕込んだより攻撃力の高いボクシンググローブ、カエストスへと発展することになる。トレーニングは、ボクシングやレスリングなど格闘技のための練習場で、あるパライストラで行われた。古代ギリシアの他の競技同様、専門のトレーナーやマッサージ師がおり、浮遊な家庭の指定は、個人トレーナーに指導を受けることができた。 選手は砂や小麦粉、雑穀などを詰めたコリコスと呼ばれるサンドバッグを打った。試合場を設営するために地面を掘ることがトレーニングの一環として行われ、ツルハシはボクサーのシンボルとされた。このほか、スキアマキアと呼ばれるシャドウボクシングのトレーニングも行われた。アルカイック時代のギリシア人は体の鍛錬と音楽を不可分のものと考えていたため、トレーニングの際には アウロス奏者による伴奏に合わせて運動をした。現存する限られた文字、画像資料から古代ギリシアのボクシングのルールは以下のようなものであったと考えられている。競技に参加できたのは男性のみ、全身にオリーブオイルを塗り、両手にヒマンテスを装着しただけのほぼ全裸の姿で行われた。体重による階級分けはなく、 アルファやベータといったギリシア文字の書かれたくじが作られ、同じ文字を引いた者同士が対戦した。試合は野外で実施され、現代のボクシングのリングのようなロープで区切った試合場は存在しなかったと考えられている。上半身、特に鼻や頬、顎など頭部に向かって殴る、叩く、突くといった手による攻撃が行われた。選手たちは常に対戦相手と接近し、 休むことなく、戦う用心パンに促され、クリンチは禁止されていた。人差し指を立て、それを高く持ち上げてみせることが、繊維喪失の合図であった。ラウンド性はなく、一方がこの指を立てる合図をするか、失神するなどして、行動不能になるまで、試合は続行された。パンクラチオンとは異なり。 古代ギリシアのボクシングの対戦で死者が出ることは稀であったが、一万一、対戦相手を死に至らしめた場合は死んだ選手が勝者となり、相手を殺してしまった選手は追放された。同時代の他の競技同様、勝者はその栄誉を称えられている。ロードスのディアゴラスはピンダロスによる縮小家にも歌われ、優れた格闘家を輩出したその一族もまた賞賛の対象となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。